こんにちは、アニマル、タイガです。はい、ということでですね、今回なんですけども、こちら、ロブスターのルッチ君にですね、じゃじゃーん、こちら、タイの刺身をあげていきたいと思います。初めてですね、タイをあげてみます。今まではね、まあ、結構こう、散らばってんの、見てわかる通り、貝をね、結構、頻繁にあげてまして、ロブスターはね、雑食なのであげればね何でも食べるような子なんですけど、今回はですねこちらのね、タイをあげていこうかなと思います。と言ってもですね、こちらも大ね結構ね量買ってきましたので、これ全部ねあげるとまあ食べきらなくてすぐね水が汚れちゃうので、食べきれる量だけねあげたいと思います。なので今ね夕方なんですけど、夕飯で僕らがちょっとねなぎちゃんと一緒にこちらいただいて、余ったのを明日ねあげます。それでは明日までレッツラゴー。はい、ということでですね、次の日になりました。夕飯でねタイたくさんたくさん食べました。なぎちゃんと一緒に、なぎちゃんがタイ好きなもんでね、一緒にねいっぱい食べましたけど、こちら余ったねタイをルッチさんにねあげたいと思います。まあ多分このぐらいなら1回で食べきる量かなっていう風に思います。でね、だんだんルッチさんもね慣れてきて、僕がね見てても、食べてくれるので、今回はねきっちりと食べてるシーンが撮れるんじゃないかなということで、早速あげていきたいと思います。いきますね。これいた。やっぱね左手が出ますよね。あ、そしてちょっとサブ探してるのかな。見つけそう。あ、見つけましたね。見つけた。そして食べていくか。すぐにちょっと猫ちゃんが泣き出して、これ入れちゃいますね。はい、入ってきな。なっちゃんゆっくりしてきて。うおー、食べ出してますね。すげー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 。初めて映像としては捕食シーンが撮れてますね。これはすごい。やったやった。まあ僕は飼育しててね、食べるところ見れてたんですけどね。うわ、映像で撮れて嬉しいの、これめっちゃかっこいいっしょ。うわ、ちぎってちぎって食べてますね。ちょっと別アングルも撮ってください。うわー、すごい。うわー、食べてますね。まあ、普段はねだいたいアサリを多めにいつもあげてたんですけど、この左の爪で砕いて、右かな、このねでかい爪で砕いてアサリの中身だけ食べるっていう感じでしたけど、すごいよねこれ。うわー、食べて食べてる。いいですね。この食べてるシーンはなかなか嬉しいですね、これ撮れてね。早いね、この口元の動きが。こうよく見ると面白いな。まだねルッチさんは、ね、僕の家に来てから一回も脱皮してないので、この触手の方も、まだね治ってないんですけど、なんとかね脱皮成功してくれたらなと思ってるんですよね。いや、美味しそうに食べるな勢いが違うね。まあ、しっかりね撮影でこう食べてもらおうかなと思ったので、3日ぶりぐらいのねこれ食事になるんですけど、いい食いつきですね。すごいね、この口元の動きが早い。早いですね、この口元の動き。ちょっとね脱皮をしてないから、甲羅の背中の部分の汚れがずっと付着したまんまなんですよね。それもちょっと見栄えが良くないんで、最初にね
の水槽に入れた時にだいぶ水が汚れてて、それが沈殿した時に全部こう背中に乗っちゃったんですよ。あ、どうするんだろう、置いとくのかな。食べないのはね、結構ね、自分のテリトリーとは違うところにね、運んで放置しとくんですよ。で、食べる時になったら持ってくるっていう感じで、これはもう、あ、でも食べるんだね、食べそうだね。なんで一回離したんだろう。こっちにね、アサリの残骸ありますけど、すごいよね、もう粉々に砕いてね、食べますからね。今日天気はめっちゃ悪いから雷鳴ってるね、今雷鳴り出しちゃったよ。さあどうかな、もう食べないかな。今自分のお口のところめちゃめちゃ掃除してますねいやーかっこいいロブスター。この環境で脱皮成功するようなら90センチの水槽とかもう一回用意して飼っていきたいな。脱皮がいかんせんね、どうやったら失敗するのかとか、どういう環境だったら成功するのかとか、ちょっと調べてもあんまり分かんなくて、もう見て学ぶしかないのかなと思ってて、その辺ちょっと脱皮のために必要なものとかがあったらぜひ教えてください。すごいなんか鯛をちょっと食べては溶かしてって感じですねいやでもこのハサミはね、挟まれたくないよねこれね。これ挟まれたらでもどうなんだろう、指。このアサリのあって殻をさ、簡単に割っちゃうぐらいだからね。ハマグリはね、割れてなかった。ハマグリはね、割れないみたいです。この大きさのロブスターじゃ。ハマグリは割れてなかったですね。でも、この指、どんぐらい、でも、ちぎれることはないと思うんだけどね。だいぶでも血は出るかもしれないですよね。いや相当痛そう。いや骨やられる可能性あるか、砕けるぐらいだから。確かにな、骨はちょっとやられそうかな。ということで、テリトリーがいつもはこっちの左側だったんだけど、ちょっと鯛をこっちに置いて自分はこっちに収まった感じなのかな。いいですね、初めて捕食シーンが撮れてよかったですね。こんな感じで今後もロブスターのルッチ君のね、成長だったりを撮っていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんお楽しみに。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。